ディープジュエルス39オープニングファイト2試合目です。女子フライ級アマチュア SP ルールで行います。赤いグローブが奥富優香、そして青いグローブが鈴木ボス遥。画面右になります。ともにオーストドックススタイル。まずは軽く左のジャブ、腰を引いているのは青いグローブの鈴木、そして一方の奥富ですが前に出ようとしています。さてケイト選手、まずミドルキックを放っていた奥富なんですが、この距離感というのはどうでしょうか。もうちょっと前手とか足を触りながら自分の距離感を探っていってもいいと思います、はい、なるほど。両選手ともミドルキャッチしてミドルストレートを放っていったのは鈴木ボス遥です。そしてローキックを放っていきました。今鈴木選手が少しずつ距離掴み始めてます、はい、左のジャブを出していきます鈴木。そしてミドルローキックは空振り。青いグローブ、青いリストカラーの鈴木です。そして赤いリストカラーの奥富、左のローキックは鈴木です。確かにあの鈴木の打撃が当たってますね。そうですね、奥富選手はもう一歩中に入っていきたいですね、はい、身長164センチの鈴木に対して160センチの奥富、その身長差は4センチ。右のローキックを出していきました鈴木です。この鈴木の乾いたローキックの音が響き渡りましたニューピアホールです。左のローキック、右のローキックと出していきます。奥富優香、右のフックです。鈴木、スタンドの攻防がついています。お互い打撃で行く感じですかね。そうですね、右のストレート、ローキックからのコンビネーションです。鈴木ボス遥左です。そして右のストレート、奥富選手も一歩中に入りたいと思うので、はい、タックルフェイントを混ぜても入りやすいと思います。なるほど、右のフック。そしてここですね、タックルに入ろうというところですが、頭しっかり上げたいですね、はい、奥富選手。奥富がタックルに入りました。シングルエッグテイクダウン、しかし繰り返していきます。さあ上からは鈴木ボス遥か、ただここでまたトップポジションを取りましたのは奥富優香の方です。鈴木選手この右で、そうですね、抱えずに相手の顔をしっかり押した方がいいです。なるほど、この2人の戦いはアマチュアルールではありますが、オープンフィンガーグローブで行われています。さあアームロックを狙っていくでしょうか、アメリカーナを狙っていこうというところ。上からの奥富、この体勢というのはケイト選手いかがですか。まだ胸も浮いているので、はい、そこまで決まりにくいと思います。なるほど、ボディにパンチを放っていきます。そしてサイドポジションについている奥富優香、鈴木選手はしっかり腰切りながらエビすると、アームロック取られないので、はい、そこだけ気をつけながらしっかりエビしていきたいところですね、ただそこについていこうとしていますが、相手の腕を挟み込んで若干マットヒューズポジションのような形にもなっていますが、ここで第1ラウンドが終わりました。まず第1ラウンド、ケイト選手いかがでした。鈴木選手打撃すごい良かったのと、はい、あとは奥富選手後半タックル入ってからの攻防すごい良かったので、お互い2ラウンド目自分のやりたいことをしっかりして攻めてほしいです、はい。まあ、ですからお互いの良さというのがですね、それぞれ前半と後半で出たかなというところがあるんですね。そうですね、前半と後半で出ましたね、ただ赤コーナーの奥富優香なんですが、ここまでアマチュア MMA は4戦全勝ということで、ここまではパーフェクトレコードで来てるんですね。現在所属はリバーサルジム新宿ミーウィー山崎武史代表のもとで練習しています。そしてサイジムに所属しています鈴木ボス遥。ここまでは3戦して2勝1敗と獲得しています。今日が4戦目。ボスちゃん面白いなと思ってもらえるように頑張る、そう昨日話をしていました鈴木遥です。ラウンド2ファイナルラウンド、さあ第2ラウンドが始まりました。奥富なんですが、ケイト選手、はいはい、実は相撲やってるということなんですよね。あ、そうなんですか。ですから、ボスちゃんってすごく可愛いんだけれども、自分のことはドスコイと呼んでくださいと言って、ね、昨日話をしてましたね。強いし面白い選手なんですね。そうですね、まあ、いいジャブ。ここはタックに入ろう、潜り込んでいきました。タイミング良かったですね奥富です。
やはりこの形に持っていきたいところですね。奥富選手はそうですね、しっかりテイク取って決めに行きたい感じですね、鈴木選手はここ抱え込まずにもう腰切って立ちに行った方がいいですね、寝かせていこうというところの奥富優香になります。あ、左手掴まれない方が、お、これ鈴木の左手ですね。そうですね、はい、封じられています。これ殴られちゃうので、さらにまたいでマウントポジションに行きたいところでしょうか。奥富選手いいですね、奥富がトップポジション、そして相手の左手を封じています。奥富選手の頭の位置もすごいですね、相手の顎をしっかりコントロールしながら、ボディに叩き込んでいきます拳。あ、これ顔ダメなんですね、そうなんですよね、顔面はあのアマチュア SP ルールだと打てないんですね。このマウントポジションです。今度は奥富マウントポジションを取りました。そして肘を押し付けていきます。前腕で押し付けてさらにボディに放っていきます。アマチュアルールになりますとこれボディにしては打てないというところがあるんですが、なるほど、ボディでもでもこのグローブなら効くと思うので、はい、今のパンチを続けていってもいいと思います、引き上がったところ手とかが出てきたら決めに行くっていう選択肢もありますね、はい、まあ、アームロックも狙ってます、ね、そうですね、相手の左手も封じています。そうですね、はい、右脇を締めたいですね、鈴木選手は、さあアメリカのアームロックに入ろうというところです。 V1 アームロックです。さあ奥富、ただそれはずれました。あ、今回プロの試合に藤田そして東の2人が控えているので、アマチュアから面白い試合をして、そして耳すごいなと思ってもらえるような試合をしたい、そう話をしていました。アームバー、下からアームバーにトライを突襲している奥富でありますが、ここは立ち上がった鈴木ボス遥か、鈴木選手しっかり潰しに行った方がいいです、ここは膝を入れていこうという鈴木ボス遥か、ただ下から腕を取っていこうというアンバーを捉えていこうという奥富優香でありますが、これはまだ不完全です。残り時間は30秒になります。さあ腕を取っている奥富、この体勢というのはケイト選手どうですか。今もうまた上げに行っているので、まだ大丈夫だと思います。まだ大丈夫、立ち上がる鈴木ボス遥か、しかし今ほどけてますね、腕を離しません、ここがほどけましたが、さあ下から攻めていこうという奥富です。残り時間まもなく、オモプラッタ狙ってますね。そうですね、オモプラッタの形を作っていきましたが、ここで試合終了のゴングが鳴らされました。後半の奥富選手の寝技がすごい光ってましたね。そうですね、まあ、今日は同じリバーサルジムシング BB の藤田翔子、そして東陽子の2人がですね、この後プロの試合を控えているということもありまして、バトンつなぎたい思いでこのアマチュアルールの試合オープニングファイで臨みました、まあ、その気持ち現れましたよね。そうですね、すごい試合で見れました、はい、やっぱりくっついていくと強さを発揮しますね奥富は。その奥富と鈴木判定です。ジャッジ橋本20対10足赤奥富、ジャッジ永瀬20対10足赤奥富、ジャッジ柴田20対17赤奥富、よってこの試合3対0をもちまして勝者赤コーナー奥富優香、3対0の判定勝利を収めました奥富優香、これでアマチュア MMA は5戦全勝です。勝ちました奥富選手に、改めまして勝者ケイト選手、このオープニングファイト第2試合いかがでしたでしょうか。すごい奥富選手の気持ちが伝わる試合でしたね。後半の先輩方につなぎたいという思いが伝わった試合でした、そしてまたあの自分のことをドスコイと呼んでほしいというね面白いキャラクターですね、まあ、この配信をご覧になったファンの皆さんからはドスコイと呼ばれるかもしれませんがめちゃめちゃ言いづらいですけどね。そうですね、まあ、本人が希望してますからねまあそして一方の鈴木ボス遥も敗れてしまいましたが、まあ、あの打撃の良さはありましたよね。そうですね、ジャブ、素早いジャブなどもあったし、距離もすごい良かったと思います。赤コーナー奥富優香選手の勝利でございます。プロの試合を控えている仲間たちに勝利という形でバトンをつなぎました奥富優香、リバーサルジム新宿ミービーです。今日のディープジュエリー39ニューピアホールで行われていますが、オープニングファイトは2試合、